ダムの規約というか必要性からするとこの、エロックスガンダム、そう名付けた、テレビゲームを認証したもの、それは意味をなさない。女性を値踏みするのも倫理、それとして問題。裸体の良し悪しを語るのも問題だし、物として女性を扱う、それも。しかし、現実的には、良し悪しは、発生は、してしまう。規約上、幅としては等価、しかし、これ、が隣の、それ、と同じものだと言いたいのか？そこにはストレスはある。このスレンダーでキュートなちっぱいの良さがわからんというのか？とか、語られ出しても困るのだが。価値がない、ということにしておくより、価値はある、そうしておいた方がまだ良いはずだが。面白いゲームと、面白くないゲームは、ある。ゲームの場合、そういう話、を持ち上げる分、より、及第点に満たない、弾みか。